はい、牛猫チャンネル、牛猫です。本日もプレイしていきたいと思います。ゼロ、濡れガラスの巫女、11の雫よみこ、ひなさきみゆですね。ぜひ本日も最後まで応援よろしくお願いいたします。彼岸湖でユリを助けたみゆは骨董屋に身を寄せていた。ひなさきみくが日の神山にいると信じ、その影を追うことを決意するみゆ。だが母の影を追うにはユリが持つ遮影機が必要だ。これ勝手に持ち出すんだよね、きっとね。はい。あれ？開かないじゃん。ん？あ、開くわ。なんもないんかい。あれ、意外とミュウも意外とある。ああ、なるほど、思ったよりだな。遮影機を入手するってなんか盗みに行く感じか。それもどうかと思うけど、これ、あれ？これ違うよね。ここあれじゃん。下1階だ、1階。え、よく見たらこれすごいっす。このタイツというか、ストッキングというか、すごい柄だね。あ、こっちじゃない、こっちじゃない。1階のはずなんだよね。え？こっから出てきて、あれ？ここだっけ？ここだ。うわ、寝てるところを持っていくのか。ああ。井山幸、対象者の知人。依頼人、写真家。兄と二人暮らしだと失踪したのよ。行方不明、父親不明。三年後また失踪。娘の身元引き受け人。よすがは写真家から提供させ、捜索を諦める。なるほどね。影見を試みたがダメだった。本人が探されることを望んでない可能性も考え。これ多分っていうか、確か前作の主人公なんだよね、このお母さんは。ああ、なるほど。遮影機の箱だけが残されていた。お母さんが神隠しにあったのは遮影機に触れたから。なんか眉毛濃いな。こんなもんなのかな、この時代だと。こんなもんなのかな、この時代というか、これが発売され、今でもだいぶ眉毛って薄いのが主流、薄い主流というか、そんなに濃くない人多いよね。こっちかな、これ倉庫か。あれどっちだっけな。外は、おいおいおい、びっくりした。今いたぞ。ちょっと取り逃しちゃったな。アイテムとか置いてないか、どこぞかに。トイレないか。行くか、じゃあ。日の神山ケーブルか。
こうなるね。外になんかいるね。なんかある。さっきこの辺に誰かいたよね。特に何もないね。さあ、まあ濡れガラスもそこまで変わらないからね、あれと。月ハミと操作がね、つい最近まで月ハミやってたから、そこまで迷うこともないんじゃないかな、操作方法に関しては。最高。向こうにも何かあるね。あ、違うわあれ。何の音？なんか別の音が聞こえる気がする。あっという間に濡れていくな。ムシムシムシ。もう雑魚幽霊なんか相手しねえぞ。進めるならガンガン進んでいこう。これはひなさきみゆの、みゆじゃない、みくの様子がでいいのかな。進んでいく間に、あー、やっぱそうだね。なんかさ、変な、これ以上進めないみたいな場所、そういえば。確か。あ、これお母さんの記憶か。なんか録画がおかしいことになってたな、今途中で。うわー、今気づいた。なんか途中で止まってましたな。それが私の最後の望み。なんか俺ボタン間違えて押してたな。まあしょうがないね。お母さん、お母さん。まあ説明するとですね、この家の中でお母さんを見つけた、許して、だよね。ダメよ、許さない。こっちに来るの。あ、お母さん、あ、お母さん背たっけ。え、そうでもない。私はもうダメなのか。帰るの、一緒に。ダメなのか。一緒に帰って。あー、お母さんも揺れてるけど、どっちが。いや、まあ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 って感じだな。でもそれにしてもどこから止まってたんだろうな、これ。まあいいや、とりあえず帰るか。撮影が途中で止まってましたね。しょうがねえ。とりあえずなるべく60一式当てていくか。なんだよこいつ、動きが。いや、今のカウンターだったな。どうじゃこれ、きちいな。おい、何やってる。どこ行くんだよ。死にかけてる。
おい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 、どうしたどうした、引っ張られてる引っ張られてる、誰かに。どこ行くんだ、なんかおかしい、どうなってんだよ。全員入った、オッケー、ここで当たれよ、よしよし、いいショットだ。痛い、ここは触っといて、で射影機はもう、あ、引っ張られてんのかこいつに、なるほどね。07式じゃあんまりダメージ入らないけど、よし、くれ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 お前、オッケー、これで、射影機のレベル上がらない、まだ足りないか。さあ外出るぞ、外へ。また来た、ボスクラス連発じゃねえか。きついなこれ。オーケーオーケーオーケー、連発でいいぞ。一体一体一体倒した、触っとけ触っとけ、14式がもうねえな、オッケー。あ、これ榊じゃねえかと、よく見たら。よし、サカキ、お前も触ってやる。俺の糧となれ。よしよしよし。で、こっちかな？違うな、あっちだったっけ？こっちから来たっけ？こっちだね。こっちこっちこっち。このまま外出れるといいけどな。ついてきてる？え？ついてきてなくない？おっか。お前どこに引っかかってんだよ。ちゃんとついてこいよ。いや、これ厄介だな。あ、でもこれで戻れるのか。
とりあえずこれで終わりかな、この章は。はい、やはりミクは日の神山にいた。迷いが娘の家でミクは有婚の儀式を終えていたのだ。もう一度あの時に戻れるなら、あの時のままでいられるなら、それが私の最後の望み。いやでも有婚の儀式終わってたらもうダメとかじゃなくて大丈夫なのかな。はい、ということで本日はここまでですね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ぜひ次回の動画の上もよろしくお願いいたします。しねこチャンネル、しねこでした。